ローリングストーンズは木曜日、2月6日、2020年もノーフィルタツアーを継続することを発表した。2019年に続き、再び北米で公演を開く。新ツアーでは5月8日から7月9日までに15公演の開催を予定しており、昨年の北米ツアーとは別の都市、サンディエゴ、バンクーバー、ミネアポリス、ナッシュビル、ダラス、デトロイト、ピッツバーグ、セントルイスなどを訪れる。2019年のツアーは、ミック・ジャガーが心臓の手術を受けたため、日程の変更があり、ニューオーリンズ・ジャズ&ヘリテッジ・フェスティバルへの出演はならなかったものの、17公演を開いた。